4月の熊本地震で大きな被害を受けた阿蘇神社。倒壊した楼門では12月1日から改修のための素屋根をかける工事が行われています。素屋根は25メートル四方で高さ9メートル。これから屋根を吹き、周囲はシートで覆われるため、しばらくの間楼門の姿を見ることはできなくなります。今月15日には仮拝殿に締め縄をかける作業が行われ、復元工事とともにお正月を迎える準備も着々と進んでいます。ここ神泉所ではお正月三が日に参拝客に振る舞われる甘酒の仕込みが行われています。12月18日から1週間かけてここで甘酒の仕込みが続けられます。1回の仕込みでは蒸されたもち米8升を木製の樽に入れ、神職や巫女さんらが竹の棒でかき混ぜ、途中米麹を入れながらさらによくかき混ぜていきます。これを1週間ほど寝かせると美味しい甘酒になるということで、およそ3万人分の甘酒が準備されます。十分甘い 甘酒ができると思います。楽しみにしていただきたいと思います。今年のこの仕込みは4月の地震のこともあったと思いますが、やっぱり例年と違っていろんな思いがありましたか？そうですね、大きい地震ではありましたけれども、またお正月を迎えるにあたりまして、神社といたしましては例年と変わることなく、また参拝の方を、清々しいお気持ちでお迎えしたく、神社といたしましても恒例のこの甘酒付きの行事の方もですね、例年通り行うというところで、寒い中でのご参拝お正月になろうかと思いますので、手作りいたしました、この温かい甘酒で、参拝の方もお気持ちもまた温かくなっていただければという思いで、仕込んでおります。自身も参拝のお客様から今年はお参りできますかとか、そういった声とか何かありますか？そうですね、地震以降本当に全国の方からご心配いただきまして、まずお宮にお参りができる状態なんですかとか、そういった、お電話お問い合わせ等が多く寄せておられまして、通常通り昔のように神社の楼門をくぐってお参りすることは今はできませんけれども、神様はおられますので、そこにお参りしていただくように、可能ですよということで、ぜひお参りしてくださいというふうにお伝えをしております。じゃあ今年もまた皆さんの笑顔がたくさん見られるといいですね。そうですね、やはり笑顔がたくさんありますと、熊本ももっと元気になっていくと思いますので、そういった、笑顔がいっぱいなお正月になるといいなというふうに思っております。